きますが、今週の金曜までに作文を提出するようにね。分かってる？あなたたちもよ。今週の金曜日、忘れないようにね。ねえ、どうすりゃいい？親分、何書きます？興味のあることを書けばいいんだろう。なめくじ、足の垢、汗とか。バカ、そんなのダメだ。俺なら例えば、いいのがあるぞ。パワーレンジャーの正体だ。そうか。はい、トミ。トミ。あ、キマリ。ごめんよ。大丈夫？ああ、夢の話覚えてる。ああ、パワーを失うっていう。そう。3日も続けて同じ夢で気になってさ、いよいよパワーがなくなるのかと心配で。ねえトミー、前向きに考えましょう。そうだな。夢の効果が現れ始めたようだな。我が輩がパワーソードを手に入れれば、お前の悪夢は現実となり、我が望みが叶うのだ。ははは。グリーンレンジャーが弱っています。ああ、あいつを滅ぼすことなど簡単だ。だがその前に何としてもパワーソードが欲しい。奴らが力を合わせなければ呼び出せない武器だからな。しかし、どうやってパワーレンジャーどもからパワーソードを奪えばよいのですか。作戦は奴らを別々にするのだ。まずグリーンレンジャーを呼び出し、奴を操ってパワーソードを持ってこさせよう。パワーソードさえ手に入ればパワーレンジャーなど敵ではない。この装置は遠くから電波の波長を変えられるんだ。大きいのを作れば戦う時にも使えるよ。へえ、すごいじゃん。元気？ええ。どうした？宿題だよ。興味のあるテーマで作文を書くんだ。で、何で書くつもり？神話。こんなちっちゃいのでパワーレンジャーを探せるんすかね。また連中しつこいやつだな。こいつはスパイだって使ってるんだ。エネルギーが高性能レーダー並みに測れる優れものなんだぞ。パワーレンジャーのエネルギーにもきっと反応するぜ。うっ、親分、鳴ってます。どっかにパワーレンジャーがいるんすよ。おい、みんなよく聞け。ついにパワーレンジャーの正体が明かされる時が来た。何？かっこいい。あんまり無駄遣いするなよな。危なかったわね。僕の装置も役に立つでしょ。すごいよビリー。ファルコもがっかりね。俺はもう行くよ。図書館に寄って帰んなきゃ。じゃ。じゃあね。さーて、哀れなグリーンレンジャーはどこだ。おお、いいぞ。公園を一人で歩いている。お呼びでしょうか。ゴーレムに奴を捕まえさせろ。我が輩の闇の部屋で楽しいおしゃべりと行こうではないか。なんだ。瞬間からお前もZ様の忠実なしもべとなるのだ。やめろゴルダー。いいか、お前の仲間の元に戻り、みんなでパワーソードを呼び出すのだ。それを盗んで持ってこい。嫌だ、二度と友達を裏切る者か。お前ならやれると。やめろ。
仰せの通り。昔に戻ったようだな、グリーンレンジャー。お前の心は我らのものだ。これは何だ？実に強力なモンスターが作れそうだな。一つゼット様にご報告するとしよう。いいぞ、そいつの力でパワーレンジャーをおびき出すのだ。さらばパワーレンジャー、さあ出てこい、ロボゴードよ。私がロボゴード、パワーレンジャーなどこの角でひどすぎ。僕の分析によりますと、超電磁波、それに超音波攻撃ができるようです。どうしましょう。直ちにパワーレンジャーに連絡だ。わかりました、ゾウドウ様、連絡します。さあやろうか。オッケー。こちらジェイソン。ゼッドがロボゴートという新しいモンスターを送り込んできた。地球基地までテレポートしてくれ。どうした？はい、いいところに来たよ。またゼットだ。すぐに行く。ねえ見て、何なのあれ。名前はロボゴート。超自然的な力を持った強力なモンスターだ。町に来る前に食い止めなければならない。俺もやるよ。無理よトミー、パワーがなくなっちゃう。戦いが長引いたら助けに来てくれ。そうよ。そうだ、いい考えがある。パワーソードを呼ぼう。戦いに必要なパワーがもらえるかもしれない。やってみよう。試す価値はある。パワーソード入れろ。何すんだよトミー。バカ、お前らもうおしまいだ。どうなってんだ。こんなの信じられない。おお、パワーソードだ。でかしたぞグリーンレンジャー。さあパワーソードを渡すかい。いやあ、腰抜けパワーレンジャー、パワーソードをよこせ。貴様に用はない。そうだ、おめえには死んでもらう。パワーレンジャーたちを倒す前にまずおめえから片付けてやる。やめろ。お前も行くんだ。最後の力を使い果たせ。滅びるのをこの目で見てやるわ。変身だ、ドラゴンゾード。どこへ行った、出てこい。たとえパワーを失ってもパワーソードは取り返す。あった、あそこだ。俺に仲間を裏切らせるなんて。ソードを返せ。パワーソードを返してほしいなら私を倒してみろ、グリーンレンジャー。遠慮なく行くぞ、覚悟するんだな。こっちにはソードがあるぞ。それは俺たちのものだ。ソードが欲しいか、こっちだ。何度も言わせるんじゃない。ソードはパワーレンジャーのもの、お前には渡さない。分かったか。違うね、私のだ。おめえのパワーを奪ってやる。ソードを受けてみろ。そのバカな、どこだ。私の勝ちのようだな。勝負はこれからだ。
グッバイグリーンレンジャー。ウィアー。うわー、パワーが消えていく。みんなに伝えないと。アルファ、トミーの状況は？はい、山の外れで倒れてます。 Z の魔法は解けたようだが、パワーが弱っている。助けが必要だ。変身だ！マンモス、メテルラプテルス、トリケラトプス、セバチョスタイガー、ティラノサウルス。ようこそパワーレンジャー。ラブゴード、さあパワーソードを返せ。いくぞ。いいとも、どこからでもかかってこい。おめえたちは終わりだ。これでもう食らうがいい。あれを見ろ。うわっ、すごいパワーだ。みんなしっかりしろ。行くぞ。さあ、どいつからやっつけてやろうか。まずはレッドレンジャーだ。他のやつは地下に行け。みんな何をする。バーカめ、パワーソードさえ手に入ればお前たちに用はない。そうはいくか。お前の好きにはさせないぞ。そう言いつつ、友達のグリーンレンジャーはあっけなく負けた。次はおめえの番だ。よし、受けて立つ。たーあきらめろ。パワーソードがあってもお前は勝てない。なんだこれは。ソードはどこだ。たった今ソードが岸までテレポートした。これ以上パワーレンジャーに手出しをするな。早くみんなを戻せ。やつらはこの下だ。自分で探せ。しまった。仲間を返せ。みんな大丈夫か。ロボゴートを倒してトミーを探そう。おう、小尺な奴らだ。パワーレンジャーめ丸焼きにしてくれる。巨大化せよ。さあみんな、サンダーメガゾードパワー今だ。マンボス、ライオンサンダーゾードパワー。ユニコーンサンダーゾードパワー。セーバートゥースタイガー、グリフィンサンダーゾードパワー。ティラノサウルス、ヘッドドラゴンサンダーゾードパワYeah.
もので私を倒せるわけはないべ。とどめだ。私のスティックが、ではこの攻撃を受けていいな。倒れてたのか。こちらトミー。さらばパワーレンジャー。ゾード、聞こえるか。トミーは早く呼んでくれ。まずい、夢が現実になってしまう。なんとかしなきゃ。さあおいで、お願いだ、動いておくれ。ダメだ、効かない。なんとかしないと。自動制御装置オン。大丈夫か。思うような方向に動かない。ビリー、調べてくれ。みんなが待ってるんだ。俺も戦わせてくれ。なんでこうなったんだ。システムが治ったぞ。いいか、みんなパワーレンジャーの力を見せてやろう。なんだ、私を脅す気か。その翼は飾り物か、このバカ猿か。お前らもどうしようもない役立たずだ。二人とも白線してリカのところに送り込んでやる。我々はただそうです、無実です。使えない奴らばかりだ。せっかく一度はパワーソードを手にしたというのに。だがグリーンレンジャーのパワーも間もなく尽きるに違いあるまい。あと少しだ、あと少しで全て片がつくのだ。作文は書けた？なんとか。そう、ここだけの話、今回はかなり参ったよ。わかるよ、俺も終わりだ。そんなこと言わないで。もうパワーがほとんどない。夢で見たことがどんどん現実になってくる。前にもあっただろう、またパワーは戻るさ。今回は違う、違うんだ。できすぎて、初めからこうなる運命だったんだよ。もうおしまいだ。